川崎さん、60秒でバイク紹介お願いします。 OK、 わかった。スペシャライズドアレスプリントディスク、最先端のアルミフレーム、溶接のポイントが昔と違います。なんでこんなとこにあるんだ、フランケンシュタインみたいな溶接。前はここの上の方にあった溶接が最新モデルだと常識的な場所に来ています。ホイール自体はロバールの CLX ラピードかな、これ前がちょっと太いタイプなんだけど、注目したいのがターボコットンだよね。このタイヤ、これ僕も使ってるんだけど、すごく乗り心地がいいという感じになってますね。クランクはデュラエースが付いてるんですが、コンポーネントはスラムのレッドが付いていて、リディアのプーリが入ってます。レッドにリディアのプーリ付けてる人そうそういないんじゃないかな。この世代のスラムはですね、レバーとかもグラフィックがすごい凝っていて、なかなかかっこいいモデルじゃないかなと思います。ゼファールのボトルゲージですね。基本的な価値観としてはこうやってシュッとしてる方がかっこいい。フランスのメーカーでも古くからありますけれども、こういったね最先端のモデルも作ってたりします。 SP01 バタバタこうやって動くやつね、こうやってバタバタバタって動くやつね。紐引きのフレームに仕上がってるので、ちょっとまあ特殊な仕上がりなんですけれども、凝った仕上がりになってるんじゃないでしょうか。面白いバイクです。はい。